カモンスカイピースよーというわけでやってまいりました。スカイピースもこれシリーズ企画にしてもいいんじゃないか。はい、約5年ぶりもんじゃ無限説。いやー5年前ですか、あれは5年前、新宿のとあるもんじゃ屋さんでね。そうだよね。また来たのには理由がありまして、5年前のもんじゃ無限説もそうなんですけども、スカイチームにいる青ちゃんいるじゃないですか。青ちゃんいます。今画像すっごいでっかく出てて鼻しか映ってないと思うんですけどでかすぎる。青ちゃんがですね、実は企画考案者なんですよ。はい、青ちゃんがスカイピースにやってほしい企画あるんですよ、うん、って言われて出されたのがもんじゃ無限説だったんですよね。で、一応立証されたんですよね確か立証されたのか、5年前にいっぱいだよあーやっぱいっぱいだ。無限説はじゃあ一生ならず、一生ならず、シッシッ。まあもんじゃ本当にちまちま食べるし美味しいから無限だよねって感じだったんだけど、あおちゃんに実は違うよと、ちゃんとしたもんじゃ無限説の方程式があるんですって言われたんで、それあおちゃんから送られてきてるんで。うわ、あおちゃんはちなみに言うと慶応です。慶応学生、慶応ボーイで頭がものすごくいいんで、そんな人がもんじゃ無限説の方程式を作ってきた、はい、方程式を作ってきて結構永久期間なんとと言っていましたはい、じゃあ慶応ボーイあおちゃんからもんじゃ無限説の証明っていうのが来てます。はい、1、もんじゃはですね限りなく液体に近く食べやすい。まあ確かに体調不良の時とかによくお粥を食べるように、人は液体に近いものほど多く摂取できるっていう性質があります。なるほどね、確かに。しかし水分そのものの大量摂取は危険なため、水分を多く含んだ食べ物が望ましい。だから水分を多く含む液体よりかは食べ物、なるほど、限りなく液体に近い食べ物、もんじゃしかないな、それも。で、2、塩分が強いため飽きがきません。こちらはリンゴなどのフルーツも同様に水分を多く含む食べ物ですが、うんうん、これらは甘く満腹感の前に飽きが来てしまうこともあると。あー、確かに甘いものってきついな。だからタクマとか、うちのチームで一番食べるタクマいますけども、うんうん、ケーキとかだと2個ぐらいが限界っていう。そうだね、やっぱり甘いものは無限には食べれないよと。しょっぱいもの飽き来ないんか。ちょっと続きあります。あ、ごめんなさいごめんなさい、失礼しました、すいません。3番、少しずつ食べることにより満腹中枢を刺激しないんですよなるほど。もんじゃっていうのはヘラで食べるんですよね、うんうんうん、このちっちゃいこれで。なのでヘラで食べる際どうしてもチビチビ食べることになるので、少しずつ摂取することで満腹感を感じにくくなる。あ、なるほどね。まあ確かにね、ポテト無限説みたいなのもやったもんね。そうです、1分に1個だったら全然いけるみたいな、うん、そしてラスト4、ラスト4、ここはもうね最重要と言われました。自分で作ってください。ほうほうほう。まあもんじゃこのお店とかもそうなんですけども、店員さんが作ってくれるんですよ。そこはあえて自分で作ってください。ほう、なんで。自分で作ることによりカロリーを消費しますで、もんじゃを作るには手間がかかり多くの筋肉を要する作っている最中に一つ前のもんじゃは消化されゼロの状態から始めることができる、よってもんじゃは無限である。いや、バカかっていう証明が。そんな、で、そんなだって出ています。もんじゃ届きます、食べます、もんじゃ2個目が来ます、うん、それを作ってる最中にこの1個前に食べたもんじゃはなくなってる。なことある、永久期間が。2個目行くときには1個目もないんだ。ないらしい。どういうことやねん。いや、まだちょっとその理論ね、僕たちは分からないので。まあまあ実際作ってないからね、はい。まあ、慶応生だったらそうか。仁さん、よくよく考えてください。僕たち偏差値38、39の学校に通いましたよねはい、そんなもんじゃないよ、約倍近くある。慶応ってそんな高いんだ。慶応もう70とかじゃないんですよ。え、70付近の。本当？もうそれを知らない時点であなたは IQ が23でしょうね。はい、残念、俺より低学歴だ。シッシッ。これも、あおちゃんに言われたんですけど、はい、もちろんもんじゃ以外は食べちゃダメですよって言われてますもんね。なるほどなるほど。ここでもんじゃ以外を挟むことによって証明は立証されなくなってしまう。なるほどね、計算が狂うんだ。全くもっと違うらしいですこれイカスミもんじゃでイカ入ってみたら平気なの。あ、全然大丈夫。平気なんだそこは。それ大丈夫です。トッピングでもう豚キムチとか入れても大丈夫。大丈夫なんかそこ大丈夫ですよ。まずはちょっともんじゃ、一番人気が明太子もちもんじゃ、はい、2番目にイカスミもんじゃらしくて、でこの2つおすすめトッピングがチーズって言ってたんで、この2つとチーズとりあえず頼みますか無限だからもう全部楽しめるってことだもんね、結局は。あれならないな、そばもんじゃとかめっちゃうまそう。壊れてるかも。あ、違う、てよくん醤油やろ、醤油の音やろそれ。すいません、すいません、明太子もちもんじゃのチーズトッピング1つとイカスミもんじゃのチーズトッピング、チーズトッピングで、はい、2つでお願いします。よろしくお願いします。あ、すいません、もんじゃって1組大体平均どんくらい頼んでいきますか。そうですね、4名様とかで来られると、はい、2個頼んでお好み焼き2個。あー、なるほど。2名様だと結構もんじゃ2個頼まれることもあるんです。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。1人1個が、なるほどね、相場と分かった。まあ3個目食べきれればクリアと。いやいやいや、それは無限ではないですか。あ、人より多く食えただけだけ長いよ今日。あ、でもあおちゃん言ってましたよ、無限なんで閉店までいてくださいって乾杯しましょう。ういっす、乾杯乾杯。どうですか、
まこさんプライベートで来てくれましたからね。まあ今18時ぐらいじゃないですか、はい、で閉店がまあ大体0時とかじゃないですか。まあ、あ、うん、まあそうか、6時間も入れない。じゃあ早めに無限説なんてなくしちゃいましょう、うん、お店のもんじゃ。そうだね、店のもんじゃなくなった場合もうこれ無限説立証で大丈夫ですね。もう食べきっちゃった場合、食べきっちゃった場合短時間でこの店のもんじゃもうなくなりました、うん、だから閉店時間前の1、2時間でしょ。そう、それあおちゃんの言うこれいけてる。あおちゃんちょびちょびって言ってた。ああ確かに難しいね。これで食うんだったらちょびちょびに入るのかもしれない、もしかしたら。これでスピードアップすればまあいいんだこれ。そしてですね、はい、本日19時半から本当は CDF の東京ドーム下見があったんですよ、ね、東京ドームの下見なんて行ったことある？いや一度もない、一度もないです。他の出場メンバーとかもみんな行ってるんですけども、スカイピースなんとこのお店の許可を取っている撮影がございましたので下見に行けなかったんですよ。なるほどですね、すいませんでした。いや、やだなぁ。でかいことを逃しましたけど、ね、でかいことを逃しましたけども、やっぱこのお店のもんじゃと、東京ドームの下見もうパチンコでしょ。最悪のパチンコ。そうで、あの19時半行けない、申し訳ないってなって、うわー最悪だなと思ってたんですけども、 CDF 側かな、コムドット側かな、粋な計らいでズームを繋いでくれると。ありがとうございます。19時半からズームが繋がりますので、ぜひ皆さん CDF 遊びに来てください。ぜひお願いします。よろしくお願いします。スカイピースが一番だって言わせてやりますよ。まあまあそういうことですよね。それはもちろん本当に頑張りたいですよ、はい、でもみんな一番ですけどね。いや本当それやっぱすごいからね、全員乗らないように。熱っ、ここも暑いんだ。え、暑いんだよ。いや、俺さっきさ、撮影会の時にこの辺にメガネを置いててかけるかと思ったら、ここがめっちゃ熱くなって、あとちょっと溶けるとこまで、溶けるとこにかけた瞬間、熱い熱ってやって、ここミョンって伸びてた。いや、もう溶けちゃってんじゃん。ここめっちゃ熱いわ。ちょっと触っただけで手くっついちゃってる感覚あるよね。え、ない。ない。いや、CDF 出るの言うてるから、これ。ああ、これもう。気分は CDF。もう、ジンさんの粋な計らいですよ、CDF さん。でも、ペンライトね、これ CDF の2023年7月27日に行われた CDF のペンライト、その日以外使うことがない。1年ぶりに出してきた、これ。いや、すごいよ。取っちゃうの。うん、いや、そう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 ね。グッズだからさ、せっかく。俺、なくなっちゃった。いや、あるだろ、絶対。絶対グッズ捨てるなんて時ないんだから。あるよ。あるんだ。確かに。熱っ！学ばない男。てかさ、今日ワンデーのコンタクトさ、6日目だからさ、目めっちゃ乾くのに。ワンデーのコンタクトって6日していいの？一応、推奨はされてないけど。あー、賞味期限的なね。まあ、賞味期限だね。消費ではないよ、そうそう。だからもう、すぐ乾くの、これ持ってきた。でもね、眼科の人に聞いたの。マジでやめた方がいいよ。やめろよ、じゃあ。いや、もう大丈夫。なんでやめねえ。大丈夫。見えなくなったら、外すよ、メンバー。あ、目見えなかった。メンバーから外されるの。お待たせいたしました。明太子もちろんだな。ありがとうございます。すごい。うわうわぁ、うまそう。これが液体が別で戻られてる。あの、この中に入ってるのと一緒なんですけど、これあのご飯入ってるのちょっと入れなくて別皿に。おちゃん、ごめん、イカスミもんじゃの中には米が入ってる。言葉もジンタン、完璧です。完璧きました。ありがとうございます。完璧サメの職人です。どうもこんにちは、ジムトです。藤枝仁と申します。独身です。28歳です。1995年生まれ10月。先に上のもの全部、汁以外。熱っ、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 熱どうですか、どうですか、えんちゃん、いけー。何回か分けてや、あ、すいません。いい感じにとろみが出てきたんじゃないですか。いいねー、いきます。ほい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 、ここから出ている。美味しそう。ほいおじさん、全然美味しそうじゃないよ。違う、もんじゃっていうのは見た目悪いもんなんだよ。でも味は絶品だぞ。こそほらほらほら、ほらお疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。俺ちゃんともんじゃ1人で作ったら初めてかもしれない。今マイナス1ですから。お腹でしょ。今マイナス1です。お腹減ってます。ここからは0、マイナス1の繰り返し。いや本当にこれ無限だぞ。ね、まあ、ただそのイカスミのあれが米入ってんの何。うまそ う, う, まそう。米はちょっともんじゃ無限説には不向きな可能性があるので、やりますよ。一旦残します。まあ、マコさんもいるんで、まあ、今回無限説なんで、この米とかそういう気は僕がじゃあいただきます。そうだよね、なるほどね。いきますか。いきます。いただきます。熱そう。うまい。いただきます。うまい。うまくないっすか、無限。
無限。うわ幸せだなこれ。よくもんじゃ大好きだもんね。お好み焼きですね。お好み焼きなんだ好きなの。いやお好み焼きなの。そうです。だってテオくんとなんか外行ってじゃあ飯食うかって時鉄板焼きの確率めっちゃ高い。大好きなんですよ道頓堀とか。次はテオくんがなくさないとマイナス1になんないわけだよね。はでこれ食べてプラス1になったのをプラマイゼロにさせる。そうだよね。次頼む頼むか。帰ってないんだよ行かずにもんじゃ米ありね。あれもしかして挨拶100点の人ね。あれやっぱそうですよね。ね意味絶対分かってないでしょ。ね何犬ねねだ。僕一つ大好きなもんじゃがあるんですよ。特別安いんですけどめちゃくちゃ好きなんです。ベビースターもんじゃ。おー安い。800円。800円。ベビースターもんじゃ一つで梅たこもんじゃください。うわ嬉しい。幸せだねいっぱい食べるとね。でもやっぱもっと食いたいね。もったいないこれだけで。まだまだ食べたい。どんな実況これ。 YouTube でリアルタイムで実況されてるの。食べたいでしょ。あとで食べていいんだよ。もう食べていいですか。無限なんだ。食べましょう。すいません。坊主うめえか。うまいよ。うわちょうどいいおこげもでき始めたの。シリアバッテシリバッテシリバッテシリ。すみません、相方だけ倍速の編集になってます。やばいな、これちょっと俺もう生ビール一着なきゃいけないな。ここ最近の外食の一番の嬉しさはみんなでビール飲めるっていうところ。うーん、うまい。いやでもちょっとベロやけどしたのない。わかる。俺口内炎ほどなえるものないと思ってて歯磨き俺多分強くなっちゃってんだろう自然と。でそこでガッてこう間違えて歯ぐきとか血出るじゃん。それがもうしちゃった時ガチない。しかも口内炎って2日後が痛い。次の日揺れとる。俺大丈夫かなみたいな。そう一回思わせてしっかり痛い。今日から君幸せにします。いいですか。電動歯ブラシにしたらなくなりますよ。マジで。電動歯ブラシって結構いいことしかないっぽくて、よく磨けるし口内炎もなくないなくなるし。そう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 。電動歯ブラシいっちゃん高いの顔。息子金持ちの息子。いっちゃん高いの顔。僕タバコやめたじゃないですか。タバコやめてよかったことがやっぱたくさんあるわけよ。お金かからない健康的いろいろあるんですけど、唯一マイナスがタバコミュニケーション出ました。常にあのライブのツアーの練習とか出演室行ったら、まあ、誰か吸ってる人がいると、うんうん、でそこで会話とかがね弾んだりとか、ここの演出どうするみたいな話から言うたら、まあご飯食べながら打ち合わせしてるみたいな感じの雰囲気がやっぱあったんですけど、それがまず一切なくなっちゃって、だからヒューガと一緒に行こうぜとかになってもボーリングの時とか、あごめん俺やめちゃったんだみたいな、ヒューガ君やめたんすかみたいな、ちょっと話す回数も減っちゃうわけよ。まあそうだよね。それがちょっとねマイナスだったね。やっぱその子のスーパーとでかいんだね。でかかった。画面でかある気づいたけど、俺はそもそもそのタバコミュニケーション存在しないから。寂しい人間だよね。寂しいねね、寂しい人間ねえじゃねえんだよ。 ねえじゃねえんだよ。俺タバコ平気なんだけど、喫煙所って死ぬほど煙いのね。こんな煙みたいな。なんかタバコなんか隣吸ってたらもう別に大丈夫なんだけど、うん、ちょっときついかなって思っちゃうくらい。あ、来ましたよおこげビール。あれビール来ちゃいましたか。気づいた。俺何のモノマネしたか。エルヴィン。エルヴィン。じゃあ正解のセリフね。あれ気づいちゃいましたか。わかった。いや似てないけどね正直。あれでしょ、フルーツジッパーでしょ。私の一番可愛いところに気づいてる。うわー君が。これの一番最初。あれ気づいちゃいましたか。いや松本カレンの真似だよね。違うよ。え、あ違うの。ひとし松本のモノマネ。いやひとし松本のモノマネ。あばい。けいや、うん、いい食い飲み食いや。ひー、うん、ビールせっかー。わー上がってきてる、上がってきてる。ビール飲んだ後のもんじゃめっちゃうまい。うわいいね。何だかわかる。わかんない俺も。俺でも一緒にいて楽しいよ。暑さに負けるなんだよね。そうだよ。マジ怖い。そうだよ。まだ飛んできてないから。危ないから姉ちゃん下がってきな。彼氏目線。これ何？よっしゃ行くまんよ。慣れてるねなんか。やっぱりねここが一番切るね。ここで押さえつけてここで切るって感じだよ。へえ。あま。手際いいね。今減らしてるからね、1個目の。いや邪魔かなと。いいの全部使って。使っていいよ。おあ何何やってん、何してんの。おおすごい。何。おおおそうやってやって。おおやばいめっちゃ力入ってる。やばい早すぎてゆっくり見える。疲れた。おおめっちゃ疲れた。いいね。すごい。あ、すみませんお客さん、写メはこっちですか。行きますよ。最高。さあさあさあ、もったいめんちゃ完成だ。イエーイ。
ケーター。首下もんじゃな。28分なの。あ、やばい。そろそろ。ついたら、おーおーこのまま、どっちも不利、左手と右手、いただきます。そっちちゃう、こっちじゃない。このチッとさがいいのよ。なんかかかってくるまでそばそばして、喋んなあれ。乾杯。これ二つ目でしょ、みんなこれで帰るわけでしょ。全然だよ、全然。あと一個は全然いけるこの前、キリタンポと花見行ったんだ。え、プライベートの、うん、2人、楽しかった。めっちゃめっちゃ早い。この時話してたのが、意外と爆笑したことなのに時間経つと忘れちゃったりするよねっていうこと話してたよ、うん、そういうのをメモるだけでも後から振り返れるよねっていうの。最近なんかあった、もう本当にこれ後から言うとすっごい冷める感じになるんだけど、うん、プライベートで花見って俺行ったことなかったの、うん、いや俺プライベートで花見行くの初めてなんだよね。おかっこいいと思ってマウントとしてめっちゃ言うやつ。俺花見行くの初めてなんだよね、うんうんうん、っていうイキリみたいな感じが当時はめっちゃ面白かったんだけどあるそういうもんやん、その場の、ね、その場のあるやん。後から話しても特に咲かない話。ちょっと静かにしてもらって、ごめんね。これ食べる？シッシッ。さあ3つ目、私が引いていきたいと思います。はい、これでなしにしましょうよ。お疲れ様です。やっぱり梅で、梅で美味しい。マダとかも言ってんのかな今日。お好み焼きお好み焼きってのは俺らだけだね。目がしばしばしますね。あ、もしかしてコンタクト6日目ですか。いや、僕1ヶ月目です。タコうまっ。ていうか、一人で行った時、梅なんて絶対頼まないでしょ。頼まん。発見があるんですよ、こういう。うわ、最初のあの米付きのイカスミ食べてえわ。おい、びっくりすること言っていい？お腹空いてんのよ。おお、え、わかる？がっつり牛丼とかが食べたいの。いや、なんかちまちまっていうのが味噌だよね。でもやっぱ一番美味しいのは明太もちチーズ。一番最初のがやっぱ一番美味しいわ。これとか超頼みて、牡蠣のアヒージョ。でも説がわかんなくなっちゃうから。そうやな。お疲れ様でーす。やっほー。みんな行けなくてごめんよー。うわー、みんないる。うわ、すごー。なんも聞こえないやー。あー聞こえた。一人なんで炎上と思ったら、わかりました。あ、乙女ボン、乙女ボン、ごめんね、いけなくて。乙女とボンだ。あ、じんさん待ってる、待ってる。あのペンラ出したら切られたけど。シッシ。じゃあ次行きますか。行きましょうか。作んの俺。いや順番的にそうやろ。ごめんね。あ、来るよね。いや、君だけで。すごい。あ、てか、もう、あ、やばい。やばい、本気コーナーゼロ。いらっしゃい。うお、お兄さんいくつ？28歳。そうか。早い。頑張ってください。なんだお前、ガキ、こら。あ、やばい、めっちゃ怖い。うわすごい男らしいな。うわぁ、素早い。あ、熱いね、熱いね。やべ、ごめん、俺ライブあるから行かないと。俺も行こう。え、酔ってる顔真っ赤なんだけど、手をくれ。いや、熱すぎた、さっきの。あ、やばい、それで3本の指なくなったかと思ったの思ったの。よし、食べよう、海鮮もんじゃ完成だ。美味しい。やべ、マジで熱すぎてテンション上がった。お待たせ、お疲れ、おめえの頑張り、いただきます。いただいちゃって。うわぁ、口ですら不愉快なのに脇のやつにも乗せてきてんの最低。いただきます。うまそうっす。うまい。これ多分もんじゃの中で一番高かった気がする。確かにめちゃめちゃ豪華だった。1600円、税込み2068円。これでかいもん、なんかイカとかタコね。うわー、お好み焼きも食いてアヒージョ食いてえ、お好み焼きってどこが発祥なの。広島。お好み焼きは広島か。大阪か広島ね。じゃあもんじゃは、もんじゃ月島だよ。東京とか大阪とかじゃなくて月島なんだ。もんじゃおまか発祥の地はお好み焼き。ありがとうございます。広島県。
おお、大阪も一緒に広がってったって感じですかね。もんじゃは、もんじゃは東京の下町。ほら、菊島やん、つまり浅草とかも。うん、なんかすごい勢いで冷房出てる。ブリザード。まあ、全然腹いっぱいになんないよな。まだまだいいかも。2時間撮ってますからね。2時間でなんか今真ん中みたいな雰囲気嫌じゃない。うわー、嫌だね。でも、今4つ目食べ終わりそうですけど、はい、確実に言えることは1のもんじゃまだいるね。え、1個目に食べたもんじゃさすがにまだいる。まだいるっていうか、ずっといるよ。これでなくなるはずなんだけど。確かに溜まってきてはいる、うん、でも今更だけどさ、 CDF の先の電話とかさ、いろんなクリエイターがいた中でさ、炎上とかをいじってくれるわけじゃん。すごい優しいよね。CDF も出させてもらえてね。本当だよ。4つ目完食です。お腹はいっぱいにはなりませんね、うん、次はジンさんか。はい、私です。ちょっと静かにしてきて。いやいや、どこの口を言ったんだよ。シッシ。はい、ということでこちら5個目作っております。とうとうジムた職人。はい、職人。これ1個目に頼んだやつですね。はい、また戻ってきました。そしてチーズを振りかけて。オッケー。はい、オッケー。ヒャー、今日行こう。やだそれ。これやだ。こうやってやってた先。僕たち2時間撮影してるんですけど、はい、カメラが止まってしまったんです。カメラが有限だったか。はいはい。ごめんなさい、ごめんなさい。使い方してるわけじゃないじゃないじゃないっす、じゃないっす、じゃないっす。さっきこのカメラが止まってる時に、この後アイドルの特典会があるから早く切り上げようぜって言ってたのは話さない方がいいです。それはマコさん。あ、マコさん。バカが。美味しそうね、これ。美味しそうなの。これが一番美味しいよ。そうか。うん、あ、美味しい。何、ちなみにラストオーダーって何時なんですか。あと、店自体、料理が10時で、お酒とかドリンク系が10時半。あ、なるほど、10時半。ラストオーダーまであと10分ってことですね。いやいや、どういう時間や。一瞬で帰ると今、10時、あ、9時50分なんで、あと10分、あと10分がラストオーダー。あれ、今何時。ジャイフォンだと8時25分です。焦げすぎ。早いよね、これ。焦げすぎ。これ水分近いかな、限りなく。限りなく水分近い。めちゃめちゃ噛み砕いてる。そうだよね。あー、ちょっと分かりづらいですよ、さっきの。おいおい、不正な人。なんだこれ。すいません。なんだこれは。すいません、楽しみです。すいません。ダメでしょ、万引きしちゃ。ほら、ほら、美味しそうで。よく考えてみて、これ食べ終わった後もう一個来てるやつと、一番最初に頼んだお米入りのやつがある。この2個を食べるって考えてみたら、無限がちょっと遠くなってきた気がして。あの、もう霞んでます。無限って文字が。もう、来てる。めっちゃきつい。ちょっと休養思い出したから帰るわ。俺も頼んだね。会計は、あの、俺たちの会社でいいから。ふざけんな。あっ、お腹いっぱいだし。というわけで、もんじゃ5個食べ終わった時点でギブアップです。でしょ。ごめん、あおちゃん。いや、ごめんじゃないか。違ってたよ、違ってたよ、違ってたよ。無限説じゃなかったよと。ちょっともう頭ボッとします、僕。もんじゃは無限説で一緒になりませんでしたが、これなら無限でしょっていうのがもしあったらどうしようかな。ハッシュタグ、テオくん頑張れ、それ言えばいい。いや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 、めんどいでしょ。あの、オレンジレンジのオフィシャル YouTube サイトのコメントもお願いします。どうすんだ、お前。そのオレンジレンジのコメントがもう、こんなの無限でしょみたいなやつやる。やめてください、それなんか。あおちゃん、慶応の入学試験やり直した方がいいで。最後まで見てくれてありがとう。慶応ボーイの言っている方程式ってなんだか合ってる感じがしたけど、読み返してみたら結構アホなことが判明したから、それを証明しに慶応に行ってきます。次回のスカイピースは私物販売ジンタンスのミッキーのやつ売っちゃうの。次回もお楽しみに。ピース。